十二ヶ月完成教職一般教養パワーアップノート、えー、第十二回教育時事二コマ目ですね、えー、問題行動等調査について今回解説していきたいと思います講師の本田と申しますどうぞよろしくお願いいたしますはい、えー、ということで令和二年度の問題行動等調査を見ていきたいんですがこちら過去の両問ということで見ていきますね、えー、こちらの問題なんですが あの実際に出題されているのはあの過去の年度の問題行動調査のデータだったのでこちら最新のデータのところにあの、まあ、照らし合わせてその記述は適宜あの変えてあの問題をちょっと改変しております。でこちら最初のものが、まあ、正誤判定問題で適切なものを選んでくださいということで括弧1括弧2。 ってあんねんけれどもこの中で、まあ、適切なものはどれかということで実はかっこ4が、あのー、適切ななものになるんですねでその他誤っているんですけれどもじゃあどこが誤っているか皆さん見つかりましたか一、ここなんですけれども実は。 あのこうしたちょ何らかのまあ調査結果、まあ、例えば学力調査とかでもそうなんですけれども、まあ、成績が上がったのか下がったというか成績というかまあ結果、まあまあ、読解力の結果が上がったのか下がったのかみたいなそういう部分に着目してほしい。だったのか増加しているって書かれています実はこれ減少しているっていうのが正しい、えー、記述になります。 まあそうした数値の部分を気をつけてほしい。というとカッコ2はどこでしょうか。実はこちらが30%ってとど、えー、まっているって書いているんですがそうではなくて実は80%を超えているよというところですね。まあそれが正しい記述。じゃあ3つ目の選択肢はどうでしょうか。えー、2桁の数値となっているってなってるんですがここが。 おかしいんですね実はそんなことなくて増えてはなくて一桁台がずっと続いているというねいじめの認知件数が増,大増加したことに伴いって書いてるんですけれどもそうした出席,停の出席停止の件数っていうものがまあここ増加して二桁になってるよってなってるんですがそうじゃなくてずっと一桁台が続いている。じゃ括弧の方は何が間違ってるんでしょうか、えー、こちらが、まあ、同じです。あのここ 減ったのか増えたのかっていう部分中途退学者数が実は前年から減少しているっていうようなのがまあ正しい数値というか表現になります、まあ、今言ったようなところをポイントにしてしっかり、あのー、見ていっていただきたいなとサブノートの方も聞いていただきたいなと思います。はい、で、えー、続いて2問目なんですけれどもこちらも正語判定問題で今度は「 誤っているものを選んでということなんですね。なので、まあ一つだけ見つけ出せばいいというか、まあさっきも先は正しいものを一つだけ見つけてっていう形、まあ逆ですよねだから。これは答えが括弧三がまあ誤りの選択肢になります。どこが誤りでしょうか。こうした学年別とかってね見るとっていうところ。 だから、その学年が正しいのかどうかっていうような視点で見てほしいんですね。これは。つまり、中学2年生ではなくて、小学校の2年生が最も多いという形になっています。その他の選択肢は正しい選択肢になっています。はい。で、次の問題が、空欄補充問題なんですが。こうした調査上の、まあ、定義。不登校児童生徒の定義について、空欄補充で出る時もあります。 こんな感じです。まあ、こうした問題が出てくるとあのやったーって思った方がいいですね。ラッキー。あのぜひこれは覚えてて損はないです。で何が入るかっていうとカッ3が入ります、えー。こちらですね。心理的30経済的なというのがまあ答えとしては入りますね。はい。まあ、これも絞り込んでいって。 まあ、わかるところから埋めていっていただければいいのかなと思います。はい、こんな感じで過去の良問ですね。まあ、まあ、近年でいうと、まあ問題行動等調査の出題がちょっと減っていたりするところもあるので、まあこれからあの皆さんがこれを見た後に受験する年度であるとかで、また出題されてくるかもしれません。なので、まあ、もちろん、そうした筆記試験対策っていうことも考えるんですけれどもまあ、面接とか。 論作文でも、まあ、こうしたじゃあいじめに対してどんな、えーまあ、対処をするのか不登校に対してどういうふうな考えを持っているのかっていうところを、えー、こうした、まあ、筆記試験だけじゃなくて面接論作文対策のために、まあ、皆さん自身の意見を補強するためにね、まあ、どんな調査結果だったのかっていうことをちょっと勉強してほしいなということでサブノートに移りたいと思います。 まずいじめについてなんですが、調査の概要として、まあ、認知件数が結構多いんですね。あのまあこの最新の調査では全校種で減少しているというふうにあなっています。あのまあコロナ禍っていうものが影響して、まあ、学校に通う時間が少なかったっていうふうな分析もされています。で、まあそれまで。 まあこんなコロナ禍ってまあ特殊というかねこれまでの長い間のことを考えるとまあ認知件数って実はあのずっっと増加傾向にあったんですね近年はでその増加傾向にあった時はまあなんで増えてるんだっていうまあいろんな見方があるんですけれども教育現場でのまあそういういじめの積極的な認知が進んだ結果増加しているんだというふうにまあ言われていました。 まあ今回は全講習で減少していると、まあ、だからテストで出た時はさ注意してほしいんですよ全講習で増加しているってなってたらあの誤りですからねで今度学年別も見ておきたい何年生が多い小学校2年生が最も多いんですよ8万件ぐらいあります8万4千件ぐらいあります、はい、でさっき過去問で えー、不登校の定義が空欄補充で出てたんですけれどももちろんいじめも注意してしてほいんですよあの,いじめの定義ねな何やったらいじめなのかとどういうことをすされるといじめになるのかということですね。えーまあ、いまあ被害者と、まあ、加害者、まあ、一定の人間関係にある、えー、他の児童が行う。 まあ心理的または物理的な影響を与える行為のことですと、でもちろんインターネットを通じて行われるものも含まれます。で、そうした行為の対象となった児童まあ言い換えると被害者が心身の苦痛を感じているのであれば、えー、それはもういじめなんだというような定義になっています。まあ調査を行う上での定義ということですね。まあしっかり覚えておいてください。これはもう本当基本事項というか。 そしてまあいじめの理解としてこちらちょっと補足になるんですけれども、まあ、面接とかかでも聞かれますあの皆さんの意識として、まあおいまあ、念頭に置いといてほしい部分なんですが、まあ、当たり前ですがいじめっていうのはどの子どもにでもどの学校にでも起こりうるものですよと。で暴力を伴わないいじめっていうものは多くの子どもたちが入れ替わりながら被害も加害も経験したりしてます。例えばからかからわれたりととっていうことですよね で暴力を伴わないいじめであっても何度も繰り返さ,繰り返されたり多くのものから集中的に行われたりすることで暴力を伴ういじめとともに、えー、生命または身体に重大な危険を生じさせうるそんないじめなんだということなんですね。でこちらはまあ教職課程のね教育社会学の中でも言われてるかなって思うんですが。 えー、皆さん勉強していると思うんですけれども加害者被害者っていう二者関係だけじゃなくて集、まあ、集団団所属しているのの構造上の問題なんだと例えば慣習として林立てて面白がったりする人もいたり、えー、黙って見ている暗黙の了解を与えている傍観者の存在にも注意を払う。なのでで集団全全体体クラス全体で いじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることも合わせて大事だよっていうことをこの調査結果とともに知っておいてください続いていじめの発見のきっかけここもしっかり数値として知っておいてほしい部分なんです一体何で発見されるのが多いのか実はアンケート調査など学校の取り組みにより発見されるのが半分も占めてるわけですね55.4% で本人からの訴えで発見されるっていうのが約17%で本人被害者の保護者からの訴えは、まあ、約10%じゃあ担任の先生が発見するのは9.6%と、まあ、この数値をどう捉えるかっていうところなんですが、まあ、これを課題にして引き受けて、まあ、なので、まあ、学校の教職員が発見するケースが、まあ、アンケート調査を用いて発見しているケースが大半なんですけれども。 まあ学校あ学級担任が自ら認知するのは9.6%に過ぎません。でアンケート調査がまあ発見のきっかけとなることがあるので、えー、効果的なまあアンケート調査が効果的な具体策であることを必ず知っておいてほしいんです。なので例えばいじめの早期発見のためにまあどんな工夫をしますかどんな取り組みを皆さん心がけますかって聞かれたりしたらこうしたデータを用いてい 意見してしししててほほいいいというか主張してしいわけですねアンケート調査で、えー、発見できる例が最も多いので私も、えー、早期発見に努める時はアンケート調査の実施に努めますみたいなことを、まあ、言ったりしたりあとは、えー、課題として本人からの訴えであるとか。 保護者からの訴えで発見できる例が少ないわけなのでそうした日頃の信頼関係からいざとなったら相談してもらえるようなそうした関係の構築をしますっていうような意見を意見というか主張をしてもいいかもしれません。あくまで,も参考で,すで続いていじめの対応ということでどんな中身なのかどんな内容のいじめなのかっていうところなんですが。 冷やかしやからかい悪口や脅し文句嫌なことを言われるっていうのが最も多くて五十八点八パーセントやったと。で精神的ないじめが圧倒的に多いことがわかります、えー。まあパソコンや携帯電話等で誹謗中傷。まあ嫌なことをされるまあさっき情報モラルの話を。あの教育の情報化のね解説の中で言ったんですけれども。そうしたいじめ。 が中学校では高等学校では19.8%と、まあ、精神的ないじめに比べるとねまあさっきの冷やかしやからかいみたいなその項目のね割合と比べるとまあ低くなっているんですがもともとの件数が多いですからいじめの認知件数とかねもともとの件数が多いのでそのうちの10%とかって考えたらかなりの数字になります。なので 見過ごしてはいけませんこの割合で見るとあれ少なくないって思うかもしれませんが件数とかかででで見見た時にははなり多いいすの,で、ね、あの見過ごしてはいけませんだからこそそういう情報モラルであるとか、えー、大事になってくるわけですね。で繰り返しになりますけれどもいじめの定義まあこちらあの、まあ、さっき言ったように心身の苦痛を感じていたらだから精神的ないじめ。 もちろん暴力的ないじめもそうですけれども、えーまあ、インターネットを通じて行われる誹謗・中傷であるとかそうした文言が定義上含まれてるっていうことを、まあ、繰り返し、えー、になりますが知っておいてほしいっていうところですね。はい、で続いてこちら補足になるんですけれどもじゃあいじめが解消している状態ってどういうふうになるんでしょうと、まあ、いじめって認知されましたじゃあ解消した解決した。 どんな状態のことを言うかっていうと覚えてほしいのが1つ目が「いじめにかかる行為がやんでいること」ということなんですが、えー、定義でもあったけれども心理的または物理的な影響を与える行為、まあ、インターネットを通じて行われているものがやんでいる状態が、えー、相当の期間継続していないといけない。そのの相当の期間って何日なんですか というところが結構出題されたりします具体的に言うと3ヶ月止まってないとあかん3ヶ月ね3ヶ月いじめがなくなくったとでもまあ被害の重大性からもうちょっと長いこと観察した方がいいんじゃないかっていう時には、えー、この目安に関わらずに、まあ、もうちょっと長い設定になることもあります。 まあ何よりも学校の教職員っていうものは、えー、相当の時間が計画するまでは、えー、まあしっかり様子を注視する必要があります。行為が止んでいない場合は改めてまた相当の期間を設定して注視するということですね。で二つ目の要件、えー、被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。だって定義の中で心身の苦痛を感じて感じていたらそれはもういじめなんだよっていうふうに。 言いましたので、まあその心身の苦痛を感じていないかどうかが大事なんですじゃあどのタイミングでかっていうといじめにかかる行為が止まったというタイミングで、えー、心身の苦痛を感じていないかどうかを、えー、面談等で被害者そして保護者に確認すると、まあ、面談などってなってるので直接会わなくてもいいですお手紙でも LINE でもお電話でもメールでも。 まあ、確認するととといいいのかなということですね。で、学校はいじめが解消に至っていない段階ではしっかりその被害者を守り通すということそして、えー、安心安全を確保する責任を有するんだとまあ何というかこう徹底的にというまあこう強い言葉が使われていますけれどもまあ隠蔽とかね ないあってはいいけない結構ニュースとかを見るとそうした隠蔽をしていましたとかちゃんと報告してなかったっていうようなねニュースも散見されますですので本当にそうした隠蔽がないようにしっかり責任を持って対処する、まあ、ここに対処プランも作りましょうというふうになりますそして確実に実行するんですよということがまあ求められています。でそううしした解消していいる状態っていうもの、まあののは一つ段階なので 解消したんですけれども、その後再発する可能性が十分に考えられるので、えーまあ、その後も注意深く、えー、観察つつする必要があるよということですね。はいはですで。続いて、えー、長期欠席について小中学校の長期欠席、まあ、不登校が含まれるんですけれども、まあ、見ていきたいなと思います。 ままず定義の方をやっておきましょうかああここですそうするとこの長期欠席と不登校の違いが多分分かりやすいのでねまず不登校の定義まあさっき出題されてたりもしたけど過去問で えー、何らかの心理的情緒的身体的あるいは社会的要因背景により児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあるものただし病気経済的理由新型コロナウイルスの感染回避によるものを除くっていうふうになってますこれがいじめあすみません不登校の定義になるわけですね。 経済的理由とかこの感染回避っていうものがまあ望めないっていうことですね。でちょっと戻りますが、戻りすぎましたね。すみません。ここですね、えー。まあそうしたさっき言ったような長期欠席者数っていうのが小学校で約11万人、中学校で17万人と、えー、全体では28万人。結構多いですね。まあこんな数値で具体的に見ると。 でそのうち不登校の子どもたちってどれぐらいいるかっていうと小学校では6万人くらい中学校では13万人くらいと、うん、なんか数字で見るとやっぱり多いなと感じますで小中の合計は19万人くらいで在籍者数に、えー、占める割合は小学校だと在籍者に占める割合は1%ぐらいが不登校で中学校が4%ぐらいだというふうになっていますそして まあ実際に出題される時はこうした数値が前年度より増えてんのかまあ減少してんのかとかまあそういった部分を見ていく覚えておくこととあとまあ何年生が多いのかというかね講師別で不登校児童生徒数を見た時中学校段階になると急激に増加しているので中1になってね、え。ー 小六から中一になった時に増えるので、中一ギャップの影響があるというふうに言われます。まあ、もちろん環境が変わるわけですね。小学校から中学校って、より中学校になると、よりこう指導的な。まあ、先生との関わりになります。先生がよりこう厳しくなったり、あとお勉強も難しくなったりします。なので、そうした環境についていけない、不安になったり。するっていうところで、まあ、中学校になって増えている。中一ギャップみたいなのがあるかもしれないということなんです。 そして学年別に見たときには中学校の2年生がまあ最多ですということ、まあ、ここもだからポイントとしては覚えといてほしい学年別で見たときにどこが多いのかということで定義は先ほど見たので次いきますじゃあみんな何で不登校になるんでしょうか不登校の要因のうち主たる要因として多いのは以下の通りと、えー、一番多いのを着目しましょうか えー、主たる要因として無気力不安っていうのがあります。えー、約九万人ぐらいいます。不登校児童生徒に占める割合としては四十六点九パーセントと、まあ五割には届いてないけれども五割近い人たちが、まあだいたい無気力とか不安というものを感じて不登校になってしまったっていうところがあるんですね。まあそこはしっかり押さえておいてください。だからまあここからまあ何が言えるかっていうと。 ま、どんな人でもあの無気力になったり、どんな人だって不安を抱えてしまいます。あのまあ、先生の何気ない一言で傷ついてしまったり。まあ、先生自身はこう傷つけるつもりなく言っていても。まあ思春期まあ。中学生も高校生もそうですけれどもこう。 まあ、ナイーブというかセンシティブな時期なのでそうした何気ない一言で不安になってしまったりそれって誰しもがあるはずですあの今こういう動画を見てくれてる皆さんの中でも、まあ、そういうなんかちょっとした不安を感じたりっていうのは誰にでもあることなのでこう昨日元気だった子が急に不安になっちゃったりっていうこともあるかもしれないので、まあ、しっかりまあ観察してあげる丁寧に子どもたちと接するっていうことが求められるわけですね。 で支援のまあこれはまあ調査の中ではまあ指摘され記述されなかったりするんですがあくまでで補足としてて伝えておきたいんですねデータだけじゃなくてこうした通知不登校の支援の在り方について通知をちょっと見ておきたいんですがこれ空欄補充とかでよく本当に出ます不登校児童生徒への支援はこちら学校に登校するという結果のみを目標にするんじゃないと。 まあその苦しんでいる子がまあ将来的に社会的に自立することを目指す必要があるんですそういう視点でちゃんと支援するっていうことがえ求められていますで、えー、もちろん不登校の時期って積極的な意味もあります自分を見つめ直すとかでも一方でまあ学業の遅れ、えー、進路し選択上の不利益社会的自立へのまあそうしたリスクが存在することにも留意しておく必要があります えー、ここもねあの合わせて知っておいてください。で続いて高等学校の長期欠席不登校に数なんですけれども、えー、長期欠席者数は約8万人、まあ、前年度から増えてます不登校生徒数は、えー、約4万、えー、3千人ぐらい、まあ、こちらは前年度から減ってるようですね。で在籍者数に占める割合は1.4%というふうになっています。 そして不登校生徒のうち90日以上もずっと長く休んでしまってる子っていうのは人ぐらいいるそうですで。そんなに長い間休んでる人たちっていうのが不登校生徒に占める割合で見たときには19%約2割ぐらいがまあそんなに長い期間休んでしまってるというふうな事実というかね調査結果があるということを押さえておきましょう。 で高等学校の場合の不登校の要因見てみるとまあ無気力であるとか不安っていうのは小中学校とやっぱり変わらず多いわけですね37%ぐらいで続いて、まあ、生活リズムの乱れ遊び飛行まあ高校生にもなると、まあ、生活というか範囲が広がったりします行動力もまあ,ありますなのでやはりそうした、まあ、遊んじゃうっていうこともあったりするかもしれませんできることが増えますからね そして入学天変入学、学、変時の不適用と、まあ、こちらはやっぱり不安とか無気力とかにちょっと似てるかもしれませんが、まあ、具体的にはそうした入学時のなじ、まあ、めなかったっていうところとかが、まあ、要因としてあるということなんですね。そして、えー、続いてが中途退学についてです。えー、どれくらいいるかっていうと、まあ、3万4万四千人ぐらいいるよ中途退学者数。 まあ前年度よりは減っているということで、えー、在籍者数に占める割合は1%程度です。じゃあどんな理由で退学するのかっていうことなんですが、学校生活学業不適用したる理由とするものが、えー、3割程度で最も多くなっています。まあ学校こちらもまあ学校に馴染めなかったというか学業まあ勉強についていけなかったということでしょうね。はい続いてまあ自殺についてなんですけれども。 小学校では7人の子が中学校では103人高等学校では305人全体では415人の子どもたちが自ら死を選んでしまったという事実がまたあります。学年別で見ると高校3年生の127人が最多となっていますじゃあどんな理由でっていうとやはり不明わからないっていうのが最も多くなっていて。 あとは家庭不和であるとか精神障害進路問題で悩んで自ら命を絶ったっていうことなんですね。いじめの問題があったのは12人だったということです。まあこうした事実をしっかり引き受けて支援していくよりそう必要がありますね。で続いてが暴力行為なんですけれども発生件数っていうのが小学校では約4万件、中学校では約2万件。 高等学校では、えー、件ぐらいですか、ね、えす全体では6万6,000件というまあ合計するとね、まあ、前年度と見ると、まあ、減ってるんですけれども、えー、全体での暴力行為の内訳じゃあその暴力行為の中でもどんな暴力が多いのかっていうと最も多いのが生徒間暴力。 対人暴力と何が違うのっていうと、生徒間暴力っていうのは例えばまあ、何,何らかの関係のあるまあ、友達関係とかね、まあそういう人たち同士での暴力とかね、約4万7千件ぐらいあります。めちゃくちゃ多いですね。対人暴力は約1000件ぐらい、器物損壊がま9000件ぐらいということで、まあ、生徒間暴力が最も多くなってるっていうことを、えー、知っておいてください。 でまあもうちょっと全体的に俯瞰してみると小中高等学校ではまあ減少していますでも小学校での発生数が多いんですねなので暴力行為のこちら低年齢化が読み取れるというふうにねあの指摘されますなのでこううまく言葉に表現できなかったりね自分の気持ちをだからちょっと手が出てしまうとかっていうようにまあ小学校での低年齢化っていうのがあるのではないかということですね。 で3番目に多くなっていた対教師暴力についてなんですがまあ社会的な話題になることがあります先生が暴力を振るわれるみたいな定、まあ、年齢化と合わせてどういうふうに皆さんが対処するのかまあ自分も熱くなってねあの手出してしまったそれは先生が暴力を振るうとそれは体罰になりますからどういうふうに対処するのかを考えて面接や論作文対策をしましょう。はい とということで、ね、まあ、またこちらもちょっと駆け足になったんですけれども、えー、教育時事2コマ目のこちら問題行動等調査の解説終わりたいと思います。ありがとうございました。